でも LGBT 法だけは本当にあれがきっかけでもとうとう見限ったんですよ、自民党を。中正党じゃねえもんな。ないですもんね、うん、で何より大事なのは、まあ、これで今 の萩生田さんとも絡むんですけども、いいんです、利権だとかね、その洋上風力だとかまだ取り返しがつきうることだから。でもやっぱり個人個人の思想とか心情とか国家のあり方に関わることを最後まで踏ん張れずにですね、ひょなっとそもそもあれを拙速に議論もせずにやっちゃった岸田が許せないんだけれども、まあ、そうです、それは G7 のためだけですから。そうなんです、うん、人間やっぱりどっかでなんか自分の信じてることのために、一回リスクを取るというかですね、一回その地位を掘り出してでも頑張るって姿勢見せないと誰もついてこない。それは萩生田さんの責任大きいと思うな、うん。